皆さんこんにちは、渡辺です。今日はまた井野さん、スタッフの井野さんで、なんやポニーテール、なんて言おうかな、外国人風なポニーテールで、ちょっと今日は若干高さを高めでいこうかなと思って、ちょっと横いいですか、すみません。だいたいいつも後頭部ぐらいでやるんですけど、もうちょい上ぐらいの、後頭部よりちょっと上上がったところぐらい、このボコって出っ張ってるところら辺でやろうかなと思うんで、でそこの持ってくるまとめ方だったりとか、なんか本当にルーズなやり方をちょっと、今日は解説していこうと思いますんで、ごめんね、ずっと横向いてるね。ね、なんで、よろしくお願いします。で、一応使うのが、コテとスタイリング剤、ゴム、ピンも使おうかなみたいな感じでちょっと作っていきますんで、よろしくお願いします。はい、では始めていきます。で、まずコテで表面の部分だけなんですけど、中間の部分ちょっと軽く巻いていきます。まあ、こういう風に少し動きつけてあげるとルーズ感がちょっと増すので、もうほんと簡単でいいです。なんか一番やっぱりこう後ろの部分だったり、こう横の部分をちょっと動きというかルーズ感が欲しいんで、ポニーテールでまとめた時に本当にこの辺ぐらいを軽く巻いちゃいます。もうこんな感じで、でその次にあ、これソルティールのワックスを、まあ、表面中心、毛先と表面中心ぐらいでこうまとめた時にちょっとまとまり感も欲しいんで、ちょっとパサつき気味だとあんまり綺麗に見えないんで、この辺つけて毛先もちょっとつけておきます。で、ごめんね、横行くね。で、高さなんですけど、もう本当にガーッと持ってきて、で、まず、遅れ毛なんですけど、もみあげのこの辺の部分を少しだけ下ろしておきます。まあ、そんなにがっつりは下ろさなくてもいいかなと思うんで、ちょっともみあげの産毛みたいなのがあればそこら辺を下ろしてあげるといいかなと思います。で、もう普通にもう全体的にこう手串でこういう風に広げながらガバッガバッと髪の毛をまとめていきます。 できたら左手でこうそこの位置に手を置いといて、手串でこうまとめるぐらいで全然大丈夫です。で、この辺りぐらいで、ここでゴムを結びます。このぐらいですね。で、このたるみとかもちょっと欲しいんで、だいたいゴム中心にしてこの辺りぐらいから少しずつちょっとボリュームを出していきます。で、そこら辺出したら表面の部分も少し出して、表面出すんですけど、この辺がちょっと出にくくなったりとかするんで、この辺もしっかりと後からちょっと出してみてください。こんな感じになります。で、ちょっとゴム隠したいんで、ね、ここの毛先の部分をくるくるっと丸めて、ピンでだいたい根元からこう毛先の方に向かってピンを留めていきます。こういう感じで、隠れてれば大丈夫です。で、あとはまあ全体的にバランス見てちょっとボリュームを出しながら、でここちょっとポイントなんですけど、こう毛先の部分を少しこうコテで跳ねさせるぐらいの感じの方が可愛いかなと思うんで、ちょっと跳ねさせます。なんか全部が全部跳ねさせなくてもいいんですけど、ちょっと表面の部分とか
ランダムで撮って毛先をこう動かすぐらいの感じでいいと思います。で、ここの遅れ毛の部分なんですけど、ちょっとごめんね、ここなんかコテとか全然巻いてもいいんですけど、なんか巻くっていうよりかは本当にこう当てるだけ、当てるだけで全然こう当てるっていうか、こうこの丸みにこう、ま、なんやろ、挟むんじゃなくて当てて丸めるみたいな、ちょっとこう遅れ毛とかで動きつきやすいんで、なんかそんな感じでやってもらってもいいかなと思います。結構この辺なんか強く巻きすぎたら結構老けたりもするので、あんまりそうならないようになんかこうちょっと当てながら、こういう風にちょっと自然な動きが出るかなと思うんで、それも全体的に両サイドやります。このぐらいの動きで、この辺ちょっとパサつきが結構出そうだったら、最後になんかこうワックスとかちょっと気持ちつけておいてあげて、逆いい、ね、こんな感じでつけておいてあげたら全然綺麗かなと思うんで、あとはもう本当にこう前から見た時にちょっとここの高さは出てるけど、この辺高さちょっとであのボリューム感出てないなと思ったら、少しだけ出してやってあげると可愛く仕上がるかなと思うんで、まあでも横から見た時がポイントですかね。こういう風にちょっと毛先がこう遊びがかってるというか、こう跳ねて動きが出てるみたいな感じの方が可愛いかなと思うんで OK です。まあこんな感じでちょっとポニーテールちょっと作っていきました。もう本当にシンプルな感じで、ちょっと今回は高さ高めでやってます。でもなんかこのぐらいやったら全然問題ないかなと思うんですが、あんまりこうこの骨の出っ張ってるところより上だとちょっとなんかこうなんていうんですか、幼いというか、なんか子供っぽいというか、まあそれでも全然好きな方は全然いいかなと思うんですけど、ちょっと大人っぽいなんか外国人のセレブ風だったら、結構この骨の部分から下の部分とかの方がバランスはいいかなと思うんで、まあよかったら皆さん試してみてください。ちょっとまあすごいシンプルな感じで今日作ったんですけど、今日の夜にまたなんていうんですかね、生放送をちょっとしようかなと思うんで、9時からアベマフレッシュっていうんですかね、なんかそういうなんや動画サイト、サイバーエージェントさんの、やっててちょっと公式で、でサロン TV っていうなんかチャンネルをちょっと作っていこうと思うんで、また URL、概要欄に貼っときますんで、よかったら覗いてみてください。はい、ありがとうございます。じゃあ最後まで見ていただいてありがとうございました。何言ってるか分からへんかったねはい、じゃあまたよろしくお願いします。ではさよなら。